厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。インベヒ発覚、女性主任補佐官がゲオ。クオモニューヨーク州知事、トラさん政権の追及回避で新型コロナ犠牲者数を隠したと発覚し批判返上。ニューヨーク州のクオモ知事が同州における高齢者施設の新型コロナ肺炎死者数を意図的に隠したとして大きな問題に発展している。クオモ氏らはトラさん政権下の米国政府がニューヨーク州の新型コロナ肺炎死者が多いことを示すデータを持ち出し自分たちを非難することを恐れていたため、介護施設での実際の死亡者数を隠蔽し州議会議員に報告しなかった。この疑惑はクオモ氏の主任補佐官のメリッサ・デローサ氏が議員間での私的会合の席でトラさん政権からの追及を恐れて高齢者施設における新型コロナ肺炎死者数の公表を遅らせたという趣旨の発言を行い明らかとなった。クオモ州知事をめぐっては新型コロナ肺炎流行初期、高齢者施設に対してコロナ肺炎患者の受け入れを要請した党からトラさん前大統領からも名指しで非難を受けていた。以上、ネットの情報。動画の本編は月額90円のメンバーシップにご参加いただいた方に限定配信させていただきます。驚かれると思いますが、これが当チャンネル存続の最も安全な方法だと見込み、皆様のご理解と応援をお願いします。1、YouTube の進み方。これは私の個人的な考えで、YouTube に確認したものではありません。まず、その点をご了解ください。近年、YouTube は広告収入が減少しています。いろいろな事情があるのですが、広告を減らす原因に一部の人たちの活動があります。その人たちは気に入らない動画を見つけては、主にその広告主に苦情、クレームを申し立てます。そうすると、広告主はうんざりとしつつ、YouTube に広告配信停止を要請します。広告主から要請されれば、YouTube は広告を停止します。言えば簡単ですが、システム作業は大変ですし、ここまでの人的作業も膨大です。それを私がメンバーシップで広告なしに設定すれば、YouTube への苦情、クレームは、ほぼなくなります。なくなるというより、一部の活動家たちの YouTube への苦情、クレームは、ほぼ受け付けられなくなります。詳しくは、もっといろいろあるのですが、さまつなお話ですし、また、証拠は提示できません。2、メンバーシップとは、従来からあったシステムですが、最近になって、参加条件が大幅に緩和されました。YouTube が商業活動する上で、広告主ではなく、視聴者様から費用をいただくという風に、収入の幅を広げたのです。私のチャンネルのように、ほぼすべての動画が広告規制の対象となるものは、YouTube から見ればお荷物です。従来のままだと、動画に何か瑕疵があれば、即刻チャンネル削除となります。ところが、メンバーシップであれば、YouTube に確実な収益が生まれます。なので、エログロナンセンスなど、本来の違反対象でない限り、活動家の苦情はブロックできるようになります。当チャンネルは月額90円ですが、私と YouTube の配分は7対3で、私が63円、YouTube が27円です。メンバーシップの最も安い設定が月額90円ですが、それより次に高い設定は190円です。そうすると、チャンネルを守る力は高まりますが、いろいろ考え、模索した上で、月額90円とさせていただきました。
もちろん、いろいろ理由があります。ただ、細かい話なので、省略させてください。3、絶対はありませんが、以上の通り、メンバーシップは、チャンネルを守りつつ、YouTube にも収益をもたらす。大変よくできた仕組みです。もちろん皆様に、費用をご負担いただくという、厚かましいお願いが、前提になります。また、こうすれば、チャンネルは安泰かといえば、そうとも限りませんが、少しだけ、安心できます。ご視聴いただく皆様には、勝手に応援をお願いし、ご負担をおかけしますが、ご了解をお願いします。4. メンバーシップの特典。登録バッジやコメント用アイコンが使えるようになりますので、ぜひご活用ください。私は毎日平均して10時間ほど動画作成に携わっています。すべて自分が作業し、外注は使っていません。ということで、大変低い生産性ですが、毎日配信を目指して頑張ります。5. iPad、iPhone のご注意。なお、iPad、iPhone で、YouTube メンバーシップに、登録していただく場合、手順が難しくなっていますので、動画説明などに、参考動画の URL を記しています。その動画をご覧いただき、登録をお願いします。6. 当チャンネルについて。当チャンネルは、内外の様々なニュースに対する国内、海外の反応をお知らせし、情報の共有を目指すものです。私は定年退職した元サラリーマンで70歳の年金生活者です。女房と二人暮らしでつつましく暮らしています。なので動画作りは毎日充実した時間を過ごし、ボケを防止するためのものです。おかげさまで毎日、様々なニュースに出会い、様々な視点で解明される事実に、たくさんの驚きがあります。興味のあるニュースを探し、皆さんと共有したい情報、ファクトがあるかどうか、それを見極めています。ただ、海外の反応で、皆様にご紹介できるレベルの、情報収集が難しくなっています。中国は、政府批判が禁じられ、厳しく監視されるため、ニュースへの反応が激減しました。韓国は、反日コメが 90%、新政府が 70% と偏りが大きく、感情的なものが大半です。なので、皆さんと、共有したいニュースは、国内コメのみのものもございます。どうぞ、ご容赦ください。これからも、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますのでご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もし、ご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。